はい、どうも皆さんこんにちは、ガマラセチャンネルのチャチャでございます。さて今回はですね、この後ですね、まあ僕のスマブラの使い方の動画の反応、僕の反応を見て楽しんでいきたいと言いたいところでございますが、まあその前にですね、まあ今回のですね、その何々の使い方を見て、まあ分かったことをまとめていきたいって思います。反応の方に行きたい方は字幕の時間まで飛ばしてください。では、先日ですね、まあスマブラから新しいファイターの発表がされました。アームズから参戦っていうことです。結論から言いますと、アームズからメンメンが、参戦することが確定されました。おめでとうございます。まあこのキャラの参戦で喜んだ人はね、まあ何人がいることでしょうね。喜んだって、そのめちゃくちゃ歓喜したっていう方は、挙手をお願いいたします。って言っても、無理か、動画だから、挙手って。まあ、とりあえず、まあ今回、これから分かったことから言いますと、まず、メンメン、ちょ、言いづれえな。メンメンが参戦したことによってですね、実を言うとですね、メンメンってすでに、スピリッツのキャラクターとしてすでにいるわけなんですよ。なので、もうスピリッツから昇格して、ファイターに参戦していることになるんでしょうかね。ということは、つまりですね、今後、スピリッツのキャラクターがですね、まあ、スピリッツになっているキャラクターが参戦する可能性もね、あり得るんじゃないかなって思います。まあ、さらに言うとですね、まあ、多分、アシストフィギュアとか、まあ、今後ですね、まあ、っていうか、ダウンロードコンテンツの発表で、まあ、そのダウンロードコンテンツでミニコスチュームになったファイターは参戦不確定だと信じたいところですけど、公式はちょっと発言してねえから、ちょっと何とも言えないところではあるな。まあ、多分、不参戦確定だと思うんだけどな。で、今回ですね、まあ、もう僕がですね、メンメン参戦して、まあ、喜んだ動画については、まあ、その、皆さんの想像に任せたいと思います。まあ、ただ、まあ、言いたいことがございましてですね、まず、スピリッツっていうのは、灯火の星っていうアドベンチャーモードをやったことがある皆さんならわかると思うんですけど、スピリッツって、キーラっていう化け物の攻撃を受けて、魂だけになっちゃったっていう、その実体がなくなって魂だけになっちゃったっていうやつのことを言うんですよね。となるとですけど、まあその今回、メンメンは、その、矢吹さん、アームズのプロデューサーである矢吹さんの、推薦で、メンメンが参戦することになったわけなんですけど、まあ、実際、矢吹さんのツイッターも、まあ、ツイッターのヘッダーがメンメンの画像になっているので、そこら辺がまあ、伏線だったとも考えられるかもしれませんが、果たしてですね、桜井さんは矢吹さん、その、アームズのプロデューサーに、桜井さんっていうのは、ダイラントスマッシュブラザーズのディレクターの人なんですね。まあ、知ってると思うけど、スピリットのことは伝えたんでしょうかね、そのスピリットの設定とか。スピリットっていうのは、先ほど言った通り、まあ、キーラーとの攻撃を受けて魂だけになっちゃったっていうことで、それでもって、あと、メンメンがすでにスピリットにいるっていうことを、矢吹さんに伝えたのかっていうところがちょっと疑問には残りますね。あと、桜井さん自身も、スピリットに関してどう思ってるか、どう扱ってるのかっていうこともありますよね。まあでもそもそもスピリット自体ね、ちょっと曖昧な存在ではあるんですよ。なんつったってさ、なんだっけ、クッパのさ、ウェディングスタイルもさ、灯火の星にいるんだし、まあドンキーコング&レディのスピリットもあるわけじゃないですか。あ、レディっていうのはですね、昔のポリーンのやつなんですけど、昔のポリーンの。まあ、そもそもスピリットの設定自体が、まあそのガバガバっちゃガバガバなところもあるんですよね。さらにですね、その他にもですね、いろんな情報がありました。とりあえずみんなが気になるところは、ミーコスチュームだと思われます。やはり特に、まあ注目するべき点は、やはり、鉄拳の兵八がコスチュームになったっていうことですね。鉄拳の兵八がミーコスチューム復刻っていう感じになりました。ということは、やはり鉄拳からの参戦ファイターはないっていうことになるんでしょうかね。まあ、前々から鉄拳は、その、作るのがスマブラのルールで動かすのは難しいとか、その桜井さん自身が言っていたので、やはり鉄拳は無理っていうことなんでしょうかね。で、さらにですね、まあ、もっとびっくりしたのが、フォールアウトからボルトボーイのコスチュームが出てきたってことですよ。これはもうめちゃくちゃびっくりだよ。まあ、まずそもそもフォールアウトってさ、任天堂機種に出てたっけって思ってたんですよね、あの時。
まあ、どうやら、フォールアウトシェルターっていうゲームがスイッチに出てるので、まあ、実際のところ、フォールアウトのゲームって、ニンテンドー機種に出てたみたいなんですよね。あと、後で知ったんですけど、桜井さん自身がフォールアウトが大好きらしいです。いや、それにしても、フォールアウトから来るとはびっくりしました。まあ、一応、フォールアウトっていうのは、まあ、実際上の、この18歳以上対象のゲーム、いわゆる18禁のゲームでございます。でさらにですね、あのムービーっていうか、あのムービーを見たところ、今、ファイターパス2作ってるじゃないですか。で、ファイターパス3を示唆するセリフがあったと思います。ファイターパス3を示唆するセリフ。確かね、あの使い方の動画の最後ら辺に、こういう大変な状況でございますが、少なくとも、ファイターパス2完成までは頑張っていきたいと思いますって言っていたので、まあ、少なくともファイターパス2完成まで頑張っていきたいと思いますっていうことは、もうこれもしかしてさ、ファイターパス3とか出るんじゃないのって思うんだよね。いや、まあもうさすがにもう桜井さんを休ましてあげてやれと、まあみんな突っ込みたいところでは ございますけど、まだスイッチってさ、その次世代機の情報もないし、まだスイッチって4年目っちゃ4年目なんですよね。まあただ、この後なんか、今後プレイステーション5が出てきて、まあそれが強大なライバルになりそうではございますけど、まあでも、あと何年かはスイッチの時代が続いていくんだから、で、2021年内までにファイターパス2が終わって、で、まあ任天堂としてはまだまだスマブラを利益を上げたいし、まあもしかしたらファイターパス3が出るんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうかね。ちょっとそこら辺にはさすがにわかりません。でもってファイターパス3が出て、もしまた、5、6体追加するってなると、まあもしかしたら、まあこういうことを言うとまた荒れるかもしれんが、マジで東方プロジェクトから霊夢が来るんじゃないかなっていう、可能性もあるんじゃないかなって思います。何なんが来る可能性があるんじゃないかなっていう話といえば、まあ今回メンメンが参戦したことにスピリッツのキャラであっても、そのファイターになることが可能だったので、まあ、いろんな予想の可能性が広がっていって、もうこれね、革命みたいなもんですよ。革命みたいなもの。もう大革命じゃないですか。まあ、となると、まあ、あのキャラがもしかしたら今後来るかもしれない。このキャラが来るかもしれないって なるんですよね。まあ、特に、レックス来てほしいっていう人たちがね、まあ、めちゃくちゃうるさいんですよね。まあ、意外にもね、ゼノブレイド2から、レックス来てほしいっていう人たちが意外にも多くてですね、まあ、もしかしたらレックスが来るんじゃないかなっていうふうにもね、ちょっと恐れています。まあ、個人的には来てほしくはないんですけど、さらにですね、まあ、これはもう別にどうでもいいことかもしれませんけど、アームズ2、まあ、アームズの続編についての、まあ、発表はなかったということです。まあ、この流れ、まあ、なんか前々からそのアームズ2の発表があるんじゃないかな、とか言われてたんですけど、アームズ2の発表はなかったようです。多分、アームズ2は、まあ、次世代機の時になるんじゃないかなっていう感じもいたします。まあ、皆さんもし、アームズに興味がありましたら、まあ、ぜひ、このアームズもね、購入してみてください。まあ、私もですね、まあ、アームズはね、一斉トライアルの時に、ちょっとやったんで、あと、スマブラに興味があったら、まあ、スマブラを購入していない方もね、ぜひ、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルもね、購入してくださいと。まあ、ということで、言いたいことは、こんぐらいかな、言いたいことは。まあ、でも、今回の発表によって、もう、大革命が起きたようですね。ちょっとですね、あまりにも、大革命と言うべきほどの、なんか、ファイター参戦だったので、ちょっと僕の予想の方針とか、なんか僕の予想自体をいろいろと変えなきゃいけないので、それについては後日投稿しようかなって考えております。ということで、言いたいことは大体これぐらいで終了しました。では、この後ですね、メンメンの使い方の僕の反応をですね、お楽しみくださいませ。あ、申し訳ないんですけど、ちょっと僕の都合で、ファイター参戦ムービーの時の反応と、ミーコスチューム発表の時の反応の時しか載せてないんで、ちょっとそこは申し訳ございません。では、そのままお楽しみください。良いスマブラライフを。おつがま。さあ、注目の参戦ムービーです。誰だ？あれ？なんか一風変わった。ちょっと待って、マジ？そっち？ちょっと待って。
え、ちょっと待って、こいつ？いや、こいつじゃない。お前これ取れないな。え？え？ちょっと待って。え？お前？え、お前じゃない。え、これまさか。違う。忍者らでもない。てかもう確定じゃん。もうこれあれだろ。お、あいつ確定じゃん。え、この流れってまさかキッドコブラじゃない？え、まさか。まさかこいつっていう流れじゃねえだろうな。違うな。この流れ、めんめんっていう流れじゃない。となると、え、追加から、違う、嘘。え、スピリットから。ちょっと待って、これまずいぞ。革命だぞこれ。え、スピリットどうするんだよ。いたよな、スピリットに。まあ確かに人気キャラだけど、メンメン確かに人気だけど、え、スピリット。あ、でもこのアームって、お、やっぱりね、必殺技は、え、全員攻撃してる。まさかの全員攻撃。え、本気で言ってる？てか、キャプテンファルコン。まあ、可愛いもんな、この子。誰が？早すぎて分からん。忍者らだね。忍者ら。鉄拳。あ。あらら。ってことはやっぱり鉄拳の平八はちょっと参戦はできないってことなんかな。や、作るのが難しいって言ってるもんね。スプラトゥーン誰？あ、アオリホタル。こんなん誰が想像できるね。アオリさん格闘のイメージないんだけど。待て、誰が想像できるねん。フォールアウト？フォールアウトってさ、スイッチに出てたっけ？ニンテンドー機種に出てたっけ？お前も死んだぞ。ちょっと待って、やっぱりラグいんだけど。やっぱ通信環境、録画環境かもしれんな。ごめんね、みんな。編集でどうにかするわ。フォールアウトなんて誰が想像できるね。